どうも、エルザです。それでは、ラストオブアス、パート2やっていきたいと思います。さて、敵の奇襲にあったわけで、だったわけだけど、カミカミやな。まあ、少数だったから、どうにかなったって感じだね。ただ、この上もいるんじゃない？すげえな。でもこの人やっつけたのは気づかれてないんだろうかね。スターが作ったの？セラファイト。ああごめん、セラファイトね。かなりナイス。ナイス？何それ？いいねって意味。お守りください。あーでもやっぱお守りくださいなんだ。預言者はこうなること分かってやってたのかな。あのお方は不思議な力を使ってたくさんの人を助けたんだよ。トラックを爆破して兵士を殺したの、どこが不思議？あのお方の本は読んだことある？少しだけね。多くを学べる。あっそう。まあね、信じるもので全然変わるからね、そのあたりは。学べるかどうかは。役に立たんとも役に立たんしな。世の中そんなもんよ。やけにパーツが手に入るってことは改造できるよね。サプリメントもゲット。裏はない。よし、改造しよう。改造すると言ってもさ、クロスバー安定性ある。リロード。リコイル下がって安定上がんのか。リロードだね。ショットガン結構使うんだよね、なんだかんだ。さあ、取り付けて、あーなるほどね。色分けてるの賢いよね、弾のね。見えない、見えない。でも、そもそも、通常なら OK。多分、焼夷弾との入れ替えが早くなるんじゃないかな。うわ、めっちゃ高くまで来たな。マジで、どんだけ登るつもりなの？今更かもしれないが、息子さんのことは気の毒だったな。あなたは今、預言者様と共に勇気ある死だ。誇りに思え。そうだな、ありがとう。長老から新たな子を賜った。光栄なことだな。エリザベスは喜んでいるよ。けれど、まだ心の準備ができていない。長老たちのご判断だ。万事うまくいくだろうさ。右だ。ああ、だろうか。上か。なかなかな。上だよね。あ、下もいる。見られてないんだったら、いやでも角度的に絶対見られるよな。上の方が強えもんな。
待って待って待って、今どこで見られた？そうだね、まずどう考えてもこの弓からだよね。矢を落としてくれ。落とさない。そっか、危な。1、2、3。大丈夫だよね。あれ、起きて、ヤブリがいたぞ。ウルフだ。さて、そしたら。頭。ここでお前を殺す。バカだね。マジで。やばいやばい。はい。まったく。落ちた。それ当たんない。ほんと安定しないね。攻撃力高いけど。ナイス。やー、上着地狩り。よし。着地狩りで、わざと動くか。外して、もうしてないだ。ん？どこ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 。全然来ねえじゃん。使って。どこいる？あそこね。外れるね。はい。音楽はセラファイトだって。
同じこと言ってた。セラファイトも罵ったりするんだ。初めて言ってみた。ああ、強かった。ああ、矢はないね。切れちゃったね、矢はね。とりあえず。サプレッサーは一旦外しておいて様子見よっか。武器は次はどっち行くの。ああ、また上でしょ。うん、ナイフはある。狩猟用ピストル確かに強いんだけど、ちょっと強化してないのがあだになってるね。バレル前提で撃たないと結構厳しい気がする。まさかエレベーター？うん。燃料あるんだ。怖っ。この時代のエレベーターは嫌だな。痛みが弱まるわ。嫌な予感がすると手に汗がにじんでドキドキする。強くなってることの証拠だよ。怖いって思ったけど、体がこれから起こることに備えてるって思う。弱き時こそ誠の力を生み出せる。とは言ってもそれだいぶ心強いよこの子。預言者の言葉？そう。ふん。矢を返し、罪深い昔の世界のものは禁じられてんでしょ。でも例外もあるんだ。特に兵士ならね。都合いい。うわ、すっげー上まで来たな。まずここ上がれる？まあいいか。なんだろうな、戦闘になりますよって感じがすごいするのは気のせいかな。できれば避けたい。弾がほんとないからね。強いね。落ちてない。ねえ、冗談でしょ。え、これ？これが橋だよ。レイブ、ついてきて。やば。ゆっくりね。私には無理だってば。見た目ほど怖くないから。すごっ。ここ渡るの？うん、嘘ばっかり。嘘じゃない。まあみんなってわけじゃないけど。嘘でしょ。とにかく下は見ないで。見るよね。もう無理。ねえ、平気？誠の力を待ってるとこ。ナイフ。ナイスね。別に。そういえば、友達のオーウェンと何かあったの？ちょっと、今その話？
だって気まずそうだったし。いいから言って。子供の興味はね、知らんでいいわ。助かった。複雑すぎるからもう。大人の事情は事情でも複雑すぎるわ。行こう。ちょっとゆっくり感動させてくれない？後にして。なんで？なんで？すぐわかる。追われてるから？それともまだあんだね。あんた昇級？大丈夫だよ。僕だけ見て。やば、最低。うわ、このアングルやば。あんたなんで怖くないの？預言者のうんちくはなしに。高いとこは全然怖くない。はあ、じゃあ何が？海、犬も。マジで無理。これすげえな、強風吹いたらもう終わりだもんね。もうすぐだよ。ああ、ねえ見て、病院が見えたよ。無理、ありえない。僕を見て。レブ、私には無理だってば。無理じゃない、大丈夫、誠の力だよ。これさ、帰りもだよね。行きもだけど帰りもだよね。いけるいける。ゆっくり落ち着いて。うわ、俺もここ行けって言われたら絶対嫌だな。落ち着いて。もうちょっと。大丈夫、平気。これ木の板置いた人すげえな。行こう。クラクラする。やば、やば、捕まって。早く引っ張って。ああ、助かった。平気。ちょっと待って、お願い。わかった。まあね、死んだかと思ったからね。行こう。陸海は強いけど空がダメだね。で次は？わかんない。どういうこと？ここで会ってるんだけど、来るのは初めてなんだ。なるほど。建物の裏に行けたけど、ここは来たことない。だったら自分たちで道探すしかないね。物資は？いや、これじゃないか。そっちかな。耳鳴りがする。そりゃな、この程度で済んで運良かった。運なんかじゃないよ。運だよ。ウルフも神様信じるでしょ。祈ってるし。私は違う。死ぬなら自分のために死ぬ。なのに一緒に来たんだ。なんで戻ってきてくれたの？罪悪感。何の？借りなんてないでしょ。気持ちが楽になると思って。それはオーウェントの浮気のせいか？そんな感じもするな。物資物資あった。1218なんて書いてあった？全然見てなかった。
121879 121879。121879。Wi-Fi と俺の知ってる Wi-Fi ではねえな。使うはない。ちょっとピストルはもったいない。使うにしよう。あとは、降りられそう。通りに出られれば病院はすぐそこだよ。了解。じゃあちょっと物資見てみようか。そんなにね、集まってはないからね、物資ね、言うほど。ハサミ、多分これに書かれてんじゃない？暗証番号、 Wi-Fi って同じです。もうなんかね、6桁の数値が出たらもう金庫だね。アルコール、弾はないかな、さすがに。サプリメント落ちてると 楽なんだけどね。一番ありがたいんだけどな。でこっち抜けて回ってきたと。ああ、じゃあ行こっか。ただの死体。仲間なの？服違うでしょ。ほら、下暗いから。そりゃマビーフ。こうやって使うの？セブとビクターとイリーナが死んだと。行方不明で、フェドラっていう部隊か。レブ、このビル感染者いるの？下までいつも昇降機で降りてたからわかんない。それはいると言ってるようなもんだよね。てか感染者っていうかさ、マスクしないんだよねアビーね。それ感染のところに行かないからさ。ほうしか。マスクつけて。マスクないでしょ。マスクは禁じられてたとか。逃げてたから。中で探してくる。待ってて。下がって。もっと奥。そのまま戻ってこなかったら。戻るよ、祈っとけば。よし、ガスマスク、ガスマスクと。なんかさ、アビーもさ、そのエリーの視点で見てるとめちゃくちゃ憎むべき相手だけど、こうやって見るとめちゃくちゃ普通にいい人だよね。マスクはなし。
通に人がいいもんね。まあ冗談は下手だけど。何これ、このビル崩壊寸前。それはやばい。くそ、そこから動かないでよ。待って待って待って、これ多分結構奥行かないとダメな感じだね。こっちない、こっちある。何も入ってない。ないか、ガスマスク意外とないな。こっちもない。何やってんだか。あったー、やっとあった。いやダメだ、死ぬならマスク傷つけないで死んだよね。バカ、無理な注文やね。これ仲いるよね。まずいね、閉じ込めたんだ、偉いね。まあでも確かに中で死んでるってなればマスクはある可能性は高いよね。こっちかな。はい、パーツ取って、これは、お、やった。壊れてない。フィルター使える。それじゃ戻ろっと。嫌な予感するから一応リロードしといて、ショットガンに持ち替えて、ストーカーさん、攻撃行ってどっち、もう一体行った、おい行ったね、できないか、さすがに時間が過ぎたか。やべ、おお、ちょ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 、あいつら、いい逃げするな、絶対ぶっ放してる。よし、それじゃこれあげる。貸して。
もっと急がなきゃ。これ以上は危険。二人とも死んだら姉さんはどうするの。よし、大丈夫。あれでもう一回入るの。あー、始末しとけばよかったな。なるほど。そしたら、いやストーカーだしな。どうせアビ、ねえ、あれは？あれ？おお。うん。あれって消火ホース？レブ、降ろしてくれる？わかった。軽いだろうな。めっちゃ飛んでた今。ショットガンの弾。サンキュー。おお。それじゃあ降りるよ。気をつけて。大丈夫。余裕でしょ。と見せかけ上に行く。ああ、いけねえのかよ。意外としっかりしてんな。あら、エリーみたいに触れないのか。ああ、なるほど。高所恐怖症だからね。OK かな。こんな感じか。やば。声はどっち？やめてくれ、ライト。ライトはやめてくれ、ここで。まああるもんな。そしてうわいっ！びっくり。いやマジびっくりするわ。壁から生えてたよ。まあもう死んだけど。悪魔大嫌い。気が合うね。俺も嫌やわ今のは。ああ , 笑うしかねえ。あれ卑怯やろ。絶対上見ないじゃん。下見てたよ思いっきり。これ降りる感じか。あとどんだけ降りれば着くわけ。わかんない。大きい建物だし。あれはフリッカーかな。フリッターはやっぱちょっと先に始末しないと。さすがにね。だからああ。そこ！離して！俺ショットガンにしてたと思ったけど焦りすぎたか。最悪。近道しといて本当よかった。こんなにたくさん悪魔がいるのに。今のは冗談。はあ、マジか。
ナイフ作ろう。ナイフめっちゃ重宝するね。大事やわ。やっぱこのゲームはホラーゲーだね。降りて、ちょっと待った、どっちだ、あっちか。お前しかいねえじゃん。で、出てくるから準備。まだ音聞こえる？うん。どう？聞こえない。よし。やば。あ、よかったよかった。回収できた。物資はない。一人いるね。その音は、だよね、吐くよね。すごいな。でしょ。最高やろ。弾3つかー。弾3つは使いすぎだって。あれ、もしかして倒さなくてもよかった？あー、そんな感じがするね。いや、いけないもんな。となると、ああ、こっちか。もううんざり。あそこね。降りた瞬間バレそうだし。これさ、ですよねってほら。このビルマジでムカつく。まあ同意するわ。もうすぐ通りだよ。もう同じ。マジでさ、壁はあかんやろ。ね、あまり見なかった壁だからね、今まで。いやー、いい性格してるわー、制作者。お、もうちょいだね。こっち降りると大惨事。
通れないね。これやっと出れるかな。ないよね。よし。ああ軽い。気分は平気？アビは正直言って死ぬほど最悪。ああ結構心をすり減らされる。さらに降りてって感じかな。まだ、いやだいぶ降りてきてるから大丈夫だと思うんだけど。フェドラも役に立つじゃん。火炎放射器。竜はどうやって戦う？炎を吐いて。あっといい。ってことはってことやね。お強いやつが出てくるな。焼夷弾作って、マジか、なかなかやね。よし、行くか。ドラゴンの力見せてやるか。やめしてよ。なんであんなにいるの？そしたらナイフはあるです。うわー数やば。なんかワン思い出すな。いて、ちょ、火炎放射器。どっから出る。やったけどさ。倒した。だね。行こう。火炎放射器強えね。強いんだけどさ。まあ戦いたくねえな。なんか物資取ろうとした気が。あった。火炎放射器。
いやー、燃料中途半端だったね。でも強かった。うぃー、なんでいるんだよ。噛まれたりしてない？いや、自分は平気。自信なさそうだけど。噛まれてない、本当。すごい数だったね。よくやったよ。こっち？ああ、これか。この数はやばいな。行こう。このビルクソだね。どうか。本当だよ。で、通って、まだまだ続けそしたら、動画見てる方はここまでにしましょう。ねえ、ライブの方は、ノーカット版はここからまたします。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。